こんにちは、ハイズラボです。今回は、Windows 11に対応した機種で、Windows 11のインストールメディア作成と、クリーンインストールをします。Google などの検索窓に、Windows 11と入力し、検索をします。検索結果に出てくる Windows 11をダウンロードするをクリックします。 Windows 11のダウンロードページが表示されます。 Windows 11のインストールメディアを作成するの箇所にある今すぐダウンロードのボタンをクリックしダウンロードします。ダウンロードしたファイルを開きます。Windows 11セットアップ画面が表示されます。ライセンス条項を確認し、同意するをクリックします。言語とエディションの選択をします。指定がなければ、この PC におすすめのオプションを使うにチェックを入れ、次へをクリックします。今回は USB メモリーにインストールするので USB フラッシュドライブにチェックを入れ次へをクリックします。この時に空の USB メモリーを挿してください。挿した USB メモリーの確認をして次へをクリックします。 Windows 11のインストールメディアが作成されますのでしばらく待ちます。完了したら、USB メモリーを抜いてください。作成したインストールメディアの USB メモリーをパソコンに挿します。電源を入れ、すぐにエスケープキーを連打します。スタートアップメニューが表示されます。ブートデバイスオプションズを選択するので F9 キーを押します。ブートオプションメニューが表示されます。矢印キーを使用して USB ハードドライブを選択します。自動で再起動し Windows 11のセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し次へ進みます。今すぐインストールをクリックします。ライセンス条項が表示されるので同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるのでカスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので対象のパーティションを選択し、次へ進みます。Windows 11のインストールが開始されます。インストールが完了後、再起動します。再起動前に USB メモリーを抜いておきましょう。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されます。国、または地域を選択し、次へをクリックします。キーボードレイアウトは、はいをクリック。キーボードレイアウト追加は、スキップをクリックします。ネットワーク接続の画面が表示されます。
今回はイーサネットにて接続します。デバイスに名前をつけます。入力後、次へをクリックします。ここでマイクロソフトアカウントの入力画面になります。ネットワークにつながっている状態だとアカウント入力が必須となってしまいます。マイクロソフトアカウントの入力をしたくない場合は、ネットワークを切ることで回避できます。今回、イーサネット接続しているので、LANケーブルを抜いて、ネットワーク未接続状態にします。左上にある、左矢印をクリックします。ローカルアカウント名を入力し、次へ、をクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをクリックします。以降は表示内容を確認し、次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるのでしばらく待ちます。無事、Windows 11が起動しました。有線または無線にて、ネットワークに接続します。Windows 11のライセンスがアクティブになっているか、ライセンス認証画面で確認します。問題なく、アクティブになっています。今後は Windows 10から Windows 11が標準になっていきます。今回のやり方を覚えれば無料で簡単に Windows 11をインストールできます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。